ポジションになります。さあニュービルからドブラ使った、大阪も早いタイミングで得点を挙げました。さあ大阪はパスを出してからゴーダ、ゴーダからトリーダンシュート、ゾンビパス、ハイポストドブラス外から中村宏が決めたスリーポイントです。ドブラスからアイラブラウン、ここからバスケットカウント、リバウンド合戦、オフェンスリバウンドもあったんですが、最後大阪、そしてニュービルがステップイン。このディフェンスをどうするかというのは一つの課題だったと思いますね、はい、前半は複数回見られたそのカットインの打ちというところ、さあドンリーがバスケットカウント。ショット、竹内ジョージ中には入れさせないか、いや凍った、中村から竹内ジョージ、その前に大阪のオフェンス、さあ木下がスリーポイントのシュートを沈める。まあハードなスケジュールではあるんですけどもね、現在の B1 は中村が得点をしました。ジョージ、そしてもう一回中村、中村自分で行く、あ、成功だ、成